アイマニアチャンネル。タイマニアメミヤルナ参上。タイマニアクマ参上。アイドルタイマニー健在。イエーイ。アイドルタイマニーチャンネル始まるよ。イエーイ。ということで、うん、今回はルナシュンに、うん、世界ギネス記録に挑戦していただこうと思ってですね。あらやだ何のギネスだと思います？なんやろ、僕が得意なことって言ったら脱ぎ散らかすとかやけどね。だいぶもう脱いじゃダメです、ね、限界近いけど、ほんまにあるん？いや、まさかルナシュンの得意分野持ってきたってつまんないじゃないですか。ああ悪魔やな今回は顔にコインを乗せるっていう気にわかるわけがないすごない、逆にもしかして顔にコイン乗せんのかなって言ったらすごない。確かにわかるわけがない。でも楽しそうやね。そう、ベタの貯金箱ありますからね。それで察してほしかったですね。なるほどね、貯金箱やねん。そうなんです、そこにはコインがたくさん入ってるんですけれど。だいぶ入ってる。そう、ギネスはそれを顔に何枚乗せれるかっていうので、うんうん、ちなみにギネス記録としては57枚だそうです。57枚、うん、まあいけそうじゃない？なんかパッとしないですよね。わかんないですよね。なんかやったことないけどこれ57枚乗したら、うん、世界一ってこと？57枚以上ですからね。58枚乗せたら、まあ60枚乗せればいいねんね。そうですね。入ってる？これ60枚も入ってる。よいしょよいしょ、できた。はい、お見事。切りました。じゃあちょっとだけ並べさせてもらいます。コインによってね、乗せやすいとかありますからね。どっちがやりやすいと思う？1円で、こう面積いっぱい使うのか、10円の重さで安定させるのか。あー、どっちがいいかな。でもじゃあ顔に乗せた分だけそのコインルナシュンにあげますよ。くれんの？いいですよ、あげる。多分全部乗せて200円弱やでもガゼンやる気で、せっかくやったらね1円でももらえた方が嬉しいじゃあ準備できたら教えてください。これ手に持ててもいいよね。はい、いいですよ。じゃあやっぱ1円で、あーでもくれんやろ、1円と50円で、準備しとかんとね。あー、えらい勝ちに行きたいから。オッケー、よいしょ。じゃあ行きたいですね。整いました。はい、じゃあ測っていきますので頑張って乗せてくださいね。あ、その前ちょっと顔油ぎっしょにしときたいから、ちょっと待って保湿する保湿の仕方独特湿気出た方が有利よね。うん、確かにそんなこんなで整いました。はい、では行ってみましょう。いきますよ、よーいスタート。うん、絵面大丈夫大丈夫、ルナシュンはどこ向いてても可愛い、優しい。思ったより難しいし、1分やっけ1分。あ、落としてもいいんか。うん、いや、本当に？あ、50円だけは助かってそんなことある？いけそうじゃない？これ数えるの大変ですけどボロボロいって、あー、笑ったらあかん。頑張れ。これ違うな絶対これ違うな。あと7秒6、5、4、3、2、1、おしまいです。数えて一回これで、あ、びっくりしたね。いや、びっくりしましたよ、本当に人間って追い詰められたらいろいろひらめくねこれは公式で大丈夫なのか、まあ、練習やから、ね、あー、まあそうですね。なんか審査員おらんかったら
あかんねんやろギネスって。そうだね、まあ練習にもなってないんじゃない、まあ、だからもし超えてたら審査員の人呼ぼでザバって乗せたらあかんって言われるかもしれへんけど一旦数えさせていただきます。はい、いきます。1、2、3、38、39、40。あーすごい量。でもまあ初めてにしては、うん、才能ありやし50円2枚ちゃんと残してた100、2、4、6、8、190円ぐらいもらえますやったー。何かをえ、でもどう、思ったより乗ってたよね。いや正直舐めてた、十何枚とかだと思ってたね。自分にちょっと自信がつきました。うん、確かに才能、才能あったかな。また機会があったらやりたいけどとりあえず今日は大満足です。はい、100円ちょっともらえたからじゃあそれ持ってなんか買いに行きましょうか。まあ残念ながら悪魔ちゃんの分おごるまでは行ってないからがサクッと自分の分だけ買いに行く時間なのではい、また君に会いたい。マニー行ってきます。アイドルタイマニーチャンネル、ご視聴いただきありがとうございました。お楽しみいただけたでしょうか。チャンネル登録と動画にいいねをお願いしたいマニー。